アヌラ・バンダラナイケは、スリランカの政治家。国会議長や外相などを歴任した。父は、第四代首相のソロモン・バンダラナイケ。母は、第七代首相のシリマボ・バンダラナイケ。姉は元大統領のチャンドリカクマーラ・トゥンが、1949年2月15日、セイロンの首都コロンボにおいて、父ソロモン・バンダラナイケ。母、シリマボ・バンダラナイケの長男として生まれた。 彼は三人兄弟の末っ子であり、上に二人の姉がいた。彼の家は長く続く政治家の家系であり、祖父の代から政治に関わってきた。父ソロモンもアヌラが生まれた時点で、すでに閣僚入りを果たしており、1956年には、同国の首相となった。しかし、アヌラが10歳になった1959年9月26日、父ソロモンは暗殺されてしまう。 ソロモンの死後、母親のシリマボがその意志を継いで、スリランカ自由党を指導し、1960年7月には、世界初の女性首相に就任した。アヌラを含む3人の子供たちもその後を継ぎ、長女のスネトラは、フィランソロピストになり、次女のチャンドリカクマーラトゥンガは後に大統領となった。スリランカの名門ロイ・アルカレッジ・コロンボを卒業しており、 ラニルウィクラマシンハやディネーシュグナワルダナラと同学年であった。その後ロンドン大学で歴史学を専攻し、1973年に卒業した。アヌラがスリランカに帰国した1974年当時、母親のシリマボが2期目の首相を務めていた。アヌラ自身も帰国後すぐにスリランカ自由党で活動を始め、青年団体のリーダーを任された。 3年後の1977年に行われた総選挙で初立候補し、彼自身は当選したが、SLFP は惨敗であった。その後、アヌラは生涯にわたって国会議員を務め続けた。選挙の結果、SLFP は第一野党の座すら獲得できず、17議席を獲得したタミル統一解放戦線書記長のエアミルタリンガムが、 野党指導者に就任した。1980年10月、当時の大統領ジュニウス、リチャード・ジャヤワルダナによって任命された特別委員会の調査により、シリマボと彼女の老いであるフェリックス・ディアス・バンダ・ラナイケの不正が明らかとなった。シリマボはその後も SLFP 投資を続投したが、アヌラが次期党首候補と目されるようになった。1八十三年十月に、 アミルタリンガムが議会をボイコットした結果、翌月からアヌラ・バンダラ・ナイケが野党指導者に就任することとなった。その後、1988年までの5年間その座に着き続けた。1989年、12年ぶりに総選挙が実施され、アヌラは自身の地盤であるガンパハ選挙区から出馬した。この選挙でも彼は、 当選を果たしたが、SLFP は依然として、野党のままであった。また、この選挙以降母親のシリマボバンダラナイケが、市民権を回復し、アヌラは、母親に、野党指導者の座を譲った。これにより、SLFP におけるバンダラナイケ家の指導は継続し、一度1984年に、SLFP を離党して、スリランカ人民党に所属していた。 チャンドリカク・マーラ・トゥンガも SLFP へと復党した。1993年、リンギリ・バンダー・ウィジェートゥンガ大統領政権下で、アヌラは統一国民党へ移籍し、高等教育大臣に就任した。しかし翌年の総選挙では、チャンドリカク・マーラ・トゥンガ率いる SLFP が勝利し、さらに大統領選でも勝利した。この総選挙で、アヌラ・バンダラナイケは全国選挙区から出馬し、 当選を果たした。また2000年の総選挙でも彼はアンプ党員としてガンパ派選挙区から出馬し8万票以上を獲得して当選した。2000年10月18日、アヌラは国会議長に就任した。しかしその翌年には再び選挙が実施されたため彼の任期は2001年10月10日までのわずか1年間しかなかった。2001年に実施された 総選挙の際、アヌラは SLFP に復党した。彼自身は再選を果たしたが、SLFP は再び大敗を起死した。しかし2004年の総選挙では、人民解放戦線と協力して、統一人民自由同盟を結成した SLFP が再び勝利した。アヌラ自身もガンパ派選挙区で再選し、観光、産業、投資大臣に就任した。 2005年8月、当時外相を務めていたラクシュマンカディルガマールが暗殺された事件を受け、公認にアヌラが就任することとなった。その際彼は産業、投資大臣を辞任したが、観光大臣は兼任し続けた。2005年に実施された大統領選挙において、SLFP はマヒンダラアージャパクサを公認候補として選出した。彼の勝利に伴い、 アヌラ・バンダラ・ナイケが首相に就任すると目されていたが、ラージャパクサはラトナシリ・ウィクラマナカを首相に指名した。この背景には、アヌラが大統領選において協力的でなかったと捉えられたことがあるとされている。また同時に、SLFP 党内でラージャパクサ派が次第に主導権を握るようになり、アヌラは周辺に追いやられるようになった。その結果、新政権では、 観光大臣の座しか与えられなかった。さらに彼はこの大統領選前にがんを患っていた。2008年3月16日、アヌラ・バンダラ・ナイケはコロンボの自宅で亡くなった。死因はがんであった。ABCDEFJ ロジ、DBS、クラウン・プリンス・オブス・スリロンンポリティクス・バット・ネバ・クラウンド・キング。 Financial Times, http://www.feet, lk, コラムス the man who would be king remembering, アヌラ・バンダラ・ナイケ on his 70th birth, anniversary, 4から67万28772020年5月2日閲覧 ,mr. アヌラ・バンダラ・ナイケ mfa.gov, LK、ミニストリーオブフォーリンアフェアーズ、2020年5月2日、閲覧。ABC シェミンドラフェルナンド、クローズフレンズレミニソハーヒーミストザバス、アヌラ、エスドロップドキャッチズ、ザアイランド、アベイラブルオンライン。ありがとうございます。